のディナーって6時からなんだっけ。ごめん、ちょっと仕事が立て込んで1時間くらい遅れそう。1時間も？レストランに連絡して予約の時間変更できるか聞いてみる。待って、俺から連絡してみる。もともと予約取ったの俺だし。ごめんね、ありがとう。予約変更できないらしい。あー、そっか、本当にごめん。今から頑張って仕事なんとかしてみる。いいよ、キャンセルしといたから。でもせっかくお店探して予約してくれたのに。ちょっとちゃんと話がしたくて予約しただけだし。話？さすがに別れ話くらいはちゃんとしたところでしないとじゃん。俺たち婚約してるしさ。待って、別れ話って何？ごめん、ずっと悩んでいたんだけど、俺と別れてほしい。でも先週両家交際したよね。結婚式だって準備始めちゃってるし。どうしたの？何かあった？陽子のことを愛してやるよ。それは疑わないでほしい。別れたくて別れ話を切り出してるわけでもない。それじゃあどうして？実は海外転勤が決まったんだ。海外？陽子が仕事に力を注いでいるのは知ってるし、今は日本を離れることができないっていうのも知ってる。でも俺、結婚してすぐ遠距離なんて絶対耐えられないから、いっそのことを別れてほしい。海外転勤の話っていつから出ていたの？実は半年くらい前から打診はあったんだけど断ってたんだ。他の人に決まりかけていたんだけど、その人が急に会社を辞めて俺に白羽の矢が立ったっていうか。海外ってどこ？少し危険なところなんだ。治安もあまり良くないって聞くし。そんなところに赴任するの？シロの会社ってそういうところだったっけ？その国に新しく展開するための叩き台を作るっていうか、詰まるところ立ち上げのメンバーになるからしばらく帰国できないし、仕事も忙しくなるのが目に見えてる。陽子と婚約しておいてこんなことになって本当に申し訳ないと思ってる。でも陽子のためにも別れてほしい。私のため？さすがに一緒に来てくれって言えるような期間と場所じゃないから、親御さんにも幸せにしますって挨拶しといて、結婚した途端危ないところに連れて行くなんて顔向けできないだろ。それはそうかもしれないけど、結局こうやって LINE で話すことになったけど、面と向かって話したら俺の決心も鈍りそうだったからちょうどよかったかもしれない。ちょっと待って、シロの中ではこの別れ話決定事項なの？婚約を白紙にしたい。結婚式場に確認したら、今なら手付金で払っている分だけでそれ以上のキャンセル料はかからないって話だし。もうそこまで確認していたの？分かってくれ陽子、これはお前を思っての悩みに悩み抜いた結論なんだ。俺は陽子を不幸にしたくない。陽子には本当に幸せになってほしいから。俺じゃなくて別の誰かがいるはずなんだ。急なことすぎて頭が混乱してる。少し時間が欲しいかも。それはそうだよな、急に別れ話なんて本当にごめん。でも俺の気持ちは変わらないから。結婚しないっていうのはシロの中で決まっているのね。私と別れるっていうことも決まっているのね。自分勝手なことを言っているのは分かっているけど、陽子のためなんだ。私のため？陽子の気持ちに整理がついたら、改めてお互いの両親に婚約破棄のことを伝えよう。結婚式のキャンセルは俺から式場に連絡しておくから。こんなことになって本当にごめん。陽子、元気？って元気なわけないか。婚約が白紙になったんだもんね。相手海外赴任決まっちゃったんだって？あれで飲んでいたけど、あの後落ち着いた？あの時はいろいろ話聞いてくれてありがとう。何言ってんのよ、私たち親友でしょ。もう整理もついたし大丈夫。婚約も白紙になってなんかすっきりした。それならよかった。私も遠慮なく陽子のこと誘えるわ。誘う？まさか合コンじゃないでしょうね。まだそこまで回復できてないわよ。違うわよ、結婚式。結婚式？誰の？私のに決まってんでしょ。なんで他人の結婚式にあんたを誘うのよ。みすず結婚するの？実はそうなの。式は3ヶ月後なんだけどね。3ヶ月後って？そう、陽子がもともと式やる予定だった日。実は陽子が挙げる予定だった式場、つまり陽子のキャンセルに私が滑り込んだ感じ。そうなんだ、結婚おめでとう。陽子にはこっかなって思って、招待とかどうしようって少し悩んだんだけど、やっぱり親友には出席してほしいし。でも陽子が辛いなら無理強いはしないよ。
うん、大丈夫。もうすっきりしているし、親友の結婚式に招待してもらえるなら喜んで馳せ参じるわよ。本当？嬉しい。私がもともと予約していた日程と場所なのよね。そう、その日予定入れないようにしておくわね。場所もわかると思うし、招待状がいいよね。大丈夫よ、郵送代ももったいないしね。ありがとう。一個だけお願いがあるんだけど、いい？お願い？実は憧れていることがあって、結婚披露宴の時、自分の兄弟とか退場するみたいな演出、ほら、お色直しの時に。ああ、よくあるわよね。私一人っ子だから、親友のヨークに隣にいてほしいなって。お色直しの退場の時に私が隣に歩いてもいいの？もちろん、お願いしたいんだけど、いいかな？私でよければヨーコがいいの。ありがとう、すごく嬉しい。結婚式倍以上楽しみになっちゃった。何があっても絶対披露宴までは出席してね。うん、もちろん。引き受けたからにはしっかり役を全うさせてもらうね。楽しみにしてる。私も楽しみ。3ヶ月後よろしくね。バックラジン、結婚式ちゃんと出席してくれてありがとう。びっくりしたでしょ。びっくりしすぎて陽子が式場から逃亡したらどうしようかと思ったけど。どういうことか聞いてもいい？どういうことって？見た目は全てだよ。私と結婚する新郎はあんたの元婚約者、ただそれだけ。ああ、海外赴任っていう体であんたと別れたんだっけ？残念、彼の会社に海外転勤なんてありません。3ヶ月前私が別れた時にはもう結婚は決まっていたのよね？そうだよ。あの時私も彼もお互いの両親に挨拶も済ませて、両家交わせも終わっていたのよ。どういうこと？式場で見た彼のお父さんもお母さんも私が知っている人じゃなかったし、3ヶ月前にみすずの結婚が決まっていたってことは、私と交際期間がかぶってるってことよね。ペーパー、あんたが会った両親は金払って雇った桜、本物なわけないじゃん。なんでわざわざそんなこと。本当は彼、私と結婚したかったけど、私が結婚を拒否っていたのよね。拒否していた？だってその時は別に本命くんがいたんだもん。そっちの彼と結婚するつもりだったの。何それ、みすずもシロもお互いに浮気していたってこと？私はキープしていたの。女としていい男の一人や二人キープするのは当然でしょ。あの時は私が結婚を拒否していたけど、両親から結婚しろってせっつかれた彼が焦って2番手のあんたにプロポーズしちゃったってわけ。2番手あ、ショック？自分が一番じゃなかったって聞いてショック？うねぼれんな。で、シロがあんたにプロポーズしたって聞いて、なんか悔しくなっちゃって。何言ってるの？本命じゃない、キープだったんでしょ？でもやっぱりあんたに取られた感じがして嫌じゃん？あんたみたいな女と結婚させるくらいなら、私が彼と結婚した方がいいと思って。それとなく結婚したいなって匂わせたら、彼あんたと別れる計画立て始めて、挨拶とか顔合わせとか桜用意したってわけ。もうあの段階で私と結婚する気がなかったってことね。結婚式場も実はキャンセルしてなかったんだよね。新婦は私に書き換えただけで、またまたそのつもりだったし。式場なんて興味ないみたいな人だったのに、やたらこの式場がいいと押してきていた理由が分かったわ。ミスズとすでに結婚式を挙げるために下見していたってことね。あの頃は私との結婚式のために頑張ってリサーチしてくれたと思っていたのに。契約の手付金あんたに半分出させることもできたし、ラッキーだったわ。別れ話の時にお金返せって彼に言うかと思っていたけど、円満に別れてくれたから、そういう揉め事もなくて助かった。そういえば手付金私も半分出してたんだった。忘れていたの？バカね。ま、あんたのお金でこうやって結婚式あげるようなもんなんだから、感謝してあげる。感謝ついでに教えてあげるね。彼のことを1年前に実は私が奪ったの。私たちの秘密を知ってもずっと親友だよ。とっくに知ってたけどね。え？何？強がり？強がりじゃなくて本当に。もともと別れ話された時には知っていたよ。あ、そんなわけないでしょ。だってやけ酒してたじゃん、私の前で。あれは
焼け酒じゃなくて決起会。決起会？もともと彼と美鈴のことを知って私から別れ話を聞き出そうと思っていたのよ。いつのタイミングでどう切り出してどう進めようか考えていたところに、彼の海外転勤なんて嘘が舞い込んできて、別れてほしいなんて言われて、ちょっと計画は狂っちゃったから、お酒を飲んで一回リセットしたのよね。言ったでしょ、すっきりしたって。ちょっと待ってよ、知っていたっていつから？だってそんなすぐに見せなかったじゃない。結婚式の準備している時にね、プランナーさんと打ち合わせ中に、彼がなんか私の趣味じゃない提案していて、私の趣味は分かっているはずなのにおかしいなって思ったのよ。打ち合わせ中やたらトイレに立つし、スマホで誰かと連絡してるし、さすがに気づくわよ。え？私との結婚式の打ち合わせはしてないって気づいてから少し調べたら、まあびっくり。親友とお付き合いしているなんてね。なんで知っていて黙っていたわけ？なんでって、なんでだと思う？本当はそんなにシロのことを愛していなかったんでしょ？それは心外だわ。でも安心して、この後の披露宴でお願いされた役はちゃんと全うするから。自らショックを受ける覚悟はできているってわけね。婚約者を奪った人間の横を歩くなんて屈辱以外の何者でもないでしょ。やっぱりそういうのが目的だったのね。わざわざ私を招待してお色直しの退場の時に隣を歩かせようなんて。私が主役であんたはモブだってことを分からせてあげようと思って。学生時代からの親友だと思っていたのに残念だわ。逃げずに披露宴会場にいなさいよ。この際あんたが私と彼の関係を知っていたかどうかなんてどうでもいいわ。あんたが私の結婚に悔しがる、そんな姿が見られれば十分だから。親友の結婚披露宴だもの、盛大にお色直しの退場を演出してあげるね。あんた今どこにいるのよ、一体どういうつもり？何なの、私の結婚式はめちゃくちゃよ。あなたのお色直しの退場で一緒に会場の外に出たから、そのまま帰っている途中だけど、ちゃんと宣言通り盛大にお色直しの退場を演出してあげたでしょ。そんなの聞いてない。おかしいな、あんたが私の隣を歩く予定だったじゃん、悔しがりながら。だからちゃんと歩いたじゃない。私だけじゃなかったけど。それが問題なのよ。あれ、盛大なのをお気に召さなかった？せっかくシロの浮気相手を片っ端から集めてみんなでミスズを囲んで退場してあげたのに。聞いてない、あんなに浮気相手がいるとか知らないし。彼女たちのことはシロの方が詳しいと思うから、そっちに聞いてね。シロ逃亡したのよ。新郎一回つ一個持って出てこなくて、披露宴会場も何度かざわざわしているし。浮気相手の一人が退場前にお辞儀するときに爆弾落としていたもんね。シロ君の彼女総勢5名と新郎の大行進を見守っていただきありがとうございましたって。おかげで結婚式はめちゃくちゃよ。ていうか浮気相手って何？ちゃんと説明して。私から言うのもやぶな気がするけど、仕方ないから教えてあげるね。私彼に不信感があって調べたって言ったでしょ。その時に身辺調査をして浮気相手がミスだけじゃないって分かったの。私一応婚約していたし、弁護士さんを通じて女性全員とコンタクトを取ったら、全員自分が浮気相手だったことも知らなければ婚約のことも知らなくて、これはもう徒党を組むかってなったんだよね。徒党？シロ被害者の会、浮気のスケジュールとか証拠とかすり合わせして、それぞれから彼に慰謝料請求しようって。慰謝料？あ、私はミスズにも慰謝料請求するから。私と彼の婚約を知っていながら浮気していたわけだし。ちょっと待ってよ、ただでさ今ママたちがこんな結婚認めないってご祝儀をみんなに返すとかなんとか騒いでやるのよ。慰謝料なんか払えるわけないでしょ。でもそれだけのことをしたのはあなたでしょ。私マウントを取りたかったかどうかは知らないけど、結婚するつもりもなかった人が私にプロポーズしたって知った途端に結婚するって手のひら返ししたのはどこの誰？それはまあごたごたしてるだろうから、慰謝料の話は来週あたりまで待ってあげる。本当にシロと結婚するもしないもミスズの自由だけど、今日あなたの隣を歩いた女性は全員間違いなくシロと付き合っていた女性たちだから、その辺よく考えることね。お前のせいだ。ああ、
危ない地域に海外転勤決まって、私のためだってやけに強調して別れ話を切り出した卑怯な嘘つき元婚約者さん。いやだ、私のせいだなんて要素一つもなくない？浮気相手のことは完璧に隠し系だと思っていたのに、お前が調べたりするから全員から慰謝料請求されて金もなくなるわ、会社からの信用もなくなるわ、どうしてくれる？もう披露宴会場に会社の上司っぽい人いたもんね。俺がしたこともついた嘘も全部知っているって言われたんだ。そんな人間性が疑われるような人に新規プロジェクトは任せられないってプロジェクトから外されたんだぞ。やっと入社してから掴んだ出世のビッグチャンスだったのに、プロジェクトの責任者になれる予定だったのに。そういえば披露宴が始まる前に広間でウェルカムボードとか見ながらお話しした方がとっても恰幅がいいメガネのおじさまだったな。俺の上司何を言ったんだ。新郎は海外勤務って言っていましたけど亡くなったんですかね。危ないところに行くみたいなことを聞きましたけど、新婦も一緒に行くんですかね。で、あなたから聞いていた話をそのまましただけだけど、雑談しちゃダメってルールでもあったかしら。くそ、それだ、それでバレたんだ。自分で撒いた種でしょ、それが天高く育ったからって。当たらないで、自分が悪いんだから。浮気のことは謝るから、お前のことを愛していたことは本当だよ。だからせめてお前だけは慰謝料請求なんかしないでくれ。何言ってるの。浮気相手たちの中で唯一婚約していたのが私なんだから、私が一番あなたに請求する権利があるわよね。あと結婚式用のキャンセル料と思っていた手付金しっかり返してもらうから。そこまで、それはもう終わった話だろ。シロが勝手に終わったと思ってるだけでしょ。終わってないのか。お金のことも全部しっかり終わらせないと。今はみすゞとの結婚式のことでゴタゴタしているでしょ。また改めて弁護士さんを通して連絡します。弁護士、嘘だろ。こんなことになるなんて思ってなかったんだ。だとしたら社会人として大人として見通しが甘かったわね。シロは付き合っていた女性全員から慰謝料を請求され、回避する術も持たず、何よりご両親がしっかり反省して謝罪の意も込めて払いなさいと命令したため、現在は一文無しとなったそうです。ミセズは結婚式に呼んでいた友人や親戚に略奪の件を知られ、両親からは感動され、結局シロとも結婚せず独り身に。彼女も浮気していたことが知られ、今は式の費用の負担について素人と揉めているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。